どうも、テラクルです。ですね、スイッチの画面を、iPhone 8 Plus の 4K、60pts で撮った場合の動画。これはある種最終回なんですけど、一応室内は、明るい状態で、ただその、室内灯は、前の方にあってですね、それでその、参考レアものショップで買ったそのフード、スイッチにつけてるんですけど、その光よけのフードが前の照明に当たって、影になってると。それでその、一応照明が液晶の部分に当たらないように、工夫したその動画を今から、確認したいと思います。上か。じゃあまたやっていきましょう。光がなんか変だな。ああ、わかった。なるほどね。右下に若干光が、青色の光が入ってるんですけど、これ映り込みがあります。iPhone を固定しているアームが、映り込んでますね。右下。どっちだろうな。iPhone の画面見ながらやります。ちなみにここ初めてだな。初めてかな。負けるかな、どうだろう。来るかな。ダメか。ジャンプを間違えてるな、ジャンプを。あ、今のところでいいんだよね。しまった。でも終わったかな。
終わりかな、終わりかな、はい、うん、普通に遅延なく楽しめた。相手チーム一人いなかったのかな、うん、あー忍者っていう人が強かったんですね。はい、じゃあ引き続きやっていきましょう。なんだろうな、まあ色がちょっとぼやけてるのはあれですね、あのアンチグレアの液晶つけてるからのんですけど、でもちょっとしょうがないというか、こんな感じかな、うん、あと何戦やろうか、大体分かりましたね、これはもう限界、うん、まあ自分の中での限界ですね。あのスイッチの液晶画面を、まあ、直撮りした状態での画質という、まこと48か、よし、3人で倒した。今のやつは3人で倒した。普通に楽しんでますね。あの実況はどうしよう。実況撮ってない。うん。いややっぱ楽しいですね、久々は。久しぶりのスプラトゥーンは楽しいな。
1試合5分って感じですね。あと2回ぐらいかな。地形がよく分かってないっていう、うん、ここ結構難しい、合わないのかもしれない。よし、OK。よし、OK。自分がやられても他の人がやってくれれば OK。どうなんですかね。ピンチだから、あとは塗りに徹してればいいか。危ないかな。あ、やばい。繰り返された。真ん中だね、あとは。真ん中が大事だ。やばい、死ぬ。やっちまった。こっからか。まあまあまあ。いやー、どうしようかな。あそこ行った方がいいか、隣。ダメか。すいません。こう行って、こう行って、よしよしよし。どうだろう、勝ったかな、どうだろう。勝ちかな。はい。ここはまあ慣れてないから。はい。タカタマゴさんに助けられましたね。やってやりましょう。それでは武器は入ってないよね、なんもないよね。ここはいいや。靴や。それでは、再び
は消さない方がいいんだよな。おー、ちょっとずるで、これが最後のラストバトルにします。とりあえず投げられてよかった相手が強いかもしれないな。そこはある。あー、そっか。あれ？ダイレクトとか。真ん中だな。真ん中行こう。真ん中行こう。真ん中行こう。やばい、やばい、後ろ来てた。なあ、見てない。来ない、来るかな。あと19秒。ダメか。これ最後か。微妙、微妙。頑張ったけど、どうだ？ダメか。かおし、かま死ななきゃなんとかなったかな。はい、ということで、まずったな。まあいいや。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のこれスプラトゥーンどうなんでしょう。まあまあ、また機会を見てやりたいと思います。はい、失礼します。